えー、大川新さん32歳無職地方で漫画出版に勝ち目はあるかですね、えー、出版社特に漫画を出し出しているところはほぼ全て東京に集中しています、えー、取次や印刷会社との連携が必要だったら名残りだと思いますが流、えー、通信インフラが整い電子化がかなり進んだ現在地方都市でも漫画出版社は十分成り立つように思いますそこで質問です編集経験もない30代無職の男が地方都市で漫画出版社をやるとしたら賞賛はあると思いますか うんあかん無謀ピクシブないないない真面目に働けって <laughs> やつでうんどうかなあるない賞賛はあるかないかって聞かれたらまあゼロとは言わないからあるんだろうけどねむしろ田舎の方が面白い作家から遠いから厳しいふんふんふんすぐキンドルにしろ持ち込む側にメリットないまあ持ち込む側にメリットないっていうのはその通りですねネットなら賞賛ありやってみろ。 そうですねはいはいはいあのね地方で出版社を30代無職でですね、えー、漫画出版社をやる時のメリットというのがな考え方はですねなあもうとにもかくにも生活費が安いことだと思うんですね。もうこれも最近の話に戻っちゃうんですけども生活費が安くてもしこれ親と住んでるってですね生活費を 極端に下げるんだったらですねどんな無茶なチャレンジもやってみるのがいいと思いますよ。っていうのは東京は刺激的でいろんな情報が集まって人とのコネクションがあってすごく便利なんですけども何をするにしても生活費とか何という何だろうなリスクコストを自分で抱えなきゃいけないとでも地方に住んでいたらですねそこら辺のリスクやコストというのはあまり考えずに好きなことにチャレンジできるんですね。だから なんだろう東京に住むのか、まあ、大都市に住むのか地方に住むのかというの,のバランスは何かをすることに絶対にコストがかかっちゃうような生活リスクを抱えながらチャレンジするのか、えー、何にチャレンジしてもあんまりリスクもコストもかからないことなので失敗してもいいことを次々とできちゃうのかということだと思うんです。よ。で この質問をですねここで僕にするということはですねあんまりもうコネもなければ実績もないと思うんですねで、えー、漫画出版社をやるっていうのは漫画出版社っていうふうに考えるんではなくて、えー、漫画代理店だと思います事実上あの例えばですね、うん、沖縄にはですね沖縄の作家だけを使ったです、ね、漫画雑誌っていうのがね20年ぐらい前にあったんですよ。今ももあるかかどどうかは僕知らないんですけども 一応ですね本屋さんに行くと沖縄だけを舞台にして沖縄の作家だけで書いた漫画雑誌っていうのがあってなんとかギリギリそれは20年前でも成立してたんですねただそれを読んでも面白いのかっていうとあの本土本州出身なんで生きて住んでる僕にとっては別に面白くなかったそれは漫画として別に面白くなかったっていうのとあと沖縄のことよくわかんないから面白くないって2つ理由があったんですけども。 あのこういうですねタウン誌みたいなものを漫画のみでやるっていうんだったら生き方はあると思いますただしその場合はタウン誌を自分ができるかどうかですね漫画好きだからとかですね漫画出版っていうのは狙えるのかではなくてその地方特有のタウン誌っていうのを自分が作れると思うんだったらばそれを漫画でやってもいいと思う。ででももこの場合も自分が持ってる能力とかななんだろうな特性で 漫画を描くやつにコネがあるとかですねそういうなんか自分がすでに持っているものを生かせればですねで本当に今何もないんだったらそういう思いつきがあるだけなので、えー、フリーペーパーみたいなものから始めてで自分がタウン誌をまず作れるのかどうかからチャレンジしてみればいいんじゃないのかな。で具体的に言うと地方都市特有の漫画を描くんだったらば「クッキングパパ」を死ぬほど読んだ方がいいです。 クッキングパパは僕あれはステマ漫画だと思ってるんで何だろう福岡のうまいもの屋さんの情報がですね実に見事に本編の中に入ってですねあそこやってるとなんか「こっきんちゃんに行ってラーメン焼きラーメン食べなきゃいけないような気がしてくる」とかですねすごくうまくあのステマが入ってるんですねああいうものが例えばその地方の喫茶店とかですねもの物を食べたりとかどこの本屋さんで本を買ったりっていうのが漫画の中にスパスパスパッと入れれるような ものが作れるプロデュース能力なり編集能力があるんだったらば地方の漫画出版というのは実はその媒体が紙とかデジタルに限らずに賞賛はあると思いますただしそれは、えー、無職でですね今好きなこと漫画だからなというふうに考えるよりはすごくハードルが高いことだということは覚えておいてください。なな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 んんんんんんだだだだだだだろろろろろろううううううそのからさで なんだろうな。ではね。またバイバイ。